まあ、普通プロデューサー兼ディレクターっていうのはないんで、はい、なんだけど、はい、どうしてまああの今までのお客さんも今からのお客さんにも向かわなきゃいけないので、ディレクターとプロデューサーが違う顔だとおそらくコミュニケーションが成立しないなと思ったんですよ、うん、そうですね。まあでも本当今でもやっぱり異常な体制だなと、やっぱりそのプロデューサー兼ディレクターそろそろ考えたらいいですね。ちょっとね、そうですね、そろそろ何とかしないと本当に死ぬんじゃないかと思う。まあでもやっぱりどっちやりたいってやったらディレクターの方がなんですよね。ただまあ誰に聞いても吉田さんの後のプロデューサーなんかやりたくないですよって言われるんで、やりたくないと思うよ本当に。まあだけどいくつかね危なげなとこありましたよね2,3 回ぐらいかな、本当にこれもうちょっと例えば伸ばすけれども、はい、ここまでやりますか、ここでやめときますかみたいなの持ってきてさ、お前さこれ選択しようがないだろあれはすいません、あの割と戦略だともう見え見えのあと2ヶ月だったらこんないいものができます、今だったらできますけれどもこれしかできませんでさやったよね、なんか、まあ、そこはやっぱまあ収益をまあプロデューサーとして預かってる以上、まあ、ディレクターの僕としては当然あと2ヶ月くださいですけど、プロデューサーとしてはそのジャッジは飲めないってところが絶対あって、やっぱりその会社の収支っていうのも見せてもらってる立場からするとって考えると、まあその決済判断はやっぱりあのしてもらった方がいいのかなと。でまあ、出せと言われればそこで丸め込んで出すっていう決断も多分するでしょうし、まあそれはまあ丸め込むって言葉ってあんまり日本語的には良くないのかもしれないですけど、その楽しんでもらえるってことは絶対条件なので、そうですね、そう、その、うん、まあさっきそのプロデュースされたライブに春日君が出たんですけど、全条件が揃って判断が下った以上、それのベストに合わせるのが、うん、まあプロの仕事なので普通。あ、そうですね。でもまああの時はすいません、逃げ道のない聞き方をしたら確かです。いや、いいじゃない、それはそれで、はい、どっちかというとディレクターの方が強かったですね、あの時は。まあまあプロデューサーこんなこと言ってますけど絶対こっちだと思いますよっていう言い方しているので、あと1年ね皆さん方にプレイしていただいてるから、あの毎回あの異常な量のパッチが、うん、そうですね、あのペースもすごいね、あれ。まあでも、本当 MMORPG はあったらあったで困ることは絶対ないですし、あの毎月あの量が出て困る人は誰もいないので、お客さんはね、そうです、そうです、そうです。だから、まあ、その他 の, そのいわゆる同ジャンルのタイトルと比べると、まあ、かなり頑張れてる方かなとは思うんですけど、それってやっぱり開発だったり運営側の目線なので、やっぱりそこも持ってないといけないのは確かだと思うんですよ。よく僕ラーメン屋の例えばするんですけど、うん、隣のラーメン屋がどんなサービスをしてるのかを知らないと、うん、自分のところのサービスが果たして適切なのか、でお隣の店とどれぐらい自分たちが優位性があるのかっていうことを考えないと、うん、どこにそのコストを落とすかが判断できなくなるんで、うん、作ってる過程で、まあ、MMO として3年弱っていうのは異常なスピードなんですけども、ただ一方でその間にいろんなゲームが出てきてね、はい、いろんな要素が出てくるんですか、うん、そう気になりますよね、はい、このゲームでこれが受け始めたとか、はいはいはい、で MMO と作ってる過程で、あの実装しようと思えば、まあ、いくらでも続けられるさ、はい、あの辺でどうやって制御してたんですか。あ、僕はあれ無尽蔵にやるといつだと思わないでしょ。あ、でも僕はあの14っていうその、うん、なんだろう、鮮度というか、ああ、そう、名前というか話題性がどんなに引っ張られてもっていうところで、まず一回そのもうそれは開発コースとか関係なく一回ジャッジしてるのと、うん、あとはあのプレイステーション3で出しますっていうお約束を守るためには、うん、プレイステーション4の市場が来る前に出さなきゃいけないので、そこはやっぱりそれなりにゲーム業界が長いと動向から見て予測は立てられる、うんうん、で2010年のタイミングってあの全く情報を我々だってもちろんもらってなかったタイミングですけど、予想はできてたの で、 そうです、ね、おそらく2013年の夏がリミットで、うん、それより引っ張ってしまうとおそらく市場が完全縮小傾向に走って、うん、もう PS4 の情報だらけになってしまうだろうと思ってたので、うん、まあ、限界点がそこだろうで、うん、あとはどこまでのものができるか、うん、っていうので、まあ、コンテンツを切ったというか、そのローンチバージョンを何にするかっていうのは決めたところがあります、うんうん、正直言うと6月に出したかったのは事実ではあります。まあね、E3 も
あるので、ね、はい、そう E3 にぶつけてみたいな話をしてましたね。そうですね、あそこからまあ2ヶ月もらったっていう形には結果なりました、はい、そうだよな。まあでもすごい賭けをしてさせてもらったとは思います。本当にもうものすごく頑張ったと思います。お客さんがよく支えてくれたと思いますね、はい、もう文字通り知っただけだもんね。本当それだけですね。本当どっかでくじけてたとは思います。やっぱり Q14 はあれだけ逆に続けてプレーをしてもらえたのが、うん、僕らはそう、はい、大きかったですね本当に。Q14 の段階で同時アクセスが増えてたんだよね。そうですね、課金を開始してから11月11日のシャットダウンまで3倍だったのでお客様が。そうなんですよね、はい、あれありがたかったな。そうです、ね、すごい勇気になりましたね。あれがめちゃくちゃ僕らを助けてくれました本当に、はい、今までの FF とちょっと違うんですよ感じが。何が違うかっていうと、もう1、2、3で全部そうなんだけど、 FF って今までのものを無視してその時に FF を作れて任された人が、まあ、いい意味でも悪い意味でも勝手にオリジナルを作るっていう、それを FF と名乗るっていうのが FF なんですよ、うん、でそれもいいんだけれども、 MMO って長いでしょ。で番号つけてるけど同時にパッケージとか、まあ、今からビジネスモデルを開始するの出るじゃないですか、はい、だから僕はFF のファンがこういつも戻ってくれる、うん、FF もうアンカー怒りだとかね、はい、アンカーみたいな FF になってほしいと思ってたんですね。でそういう意味ではこのチームっていうのは技術的にも素晴らしいし、それから全部の FF を自分たちでも作ってるし、ユーザーの立場でも見てるんですよね、はい、だから FF がなんていうんですかね、客観視できてるんですよ。変な話なんですけど、はい、客観視できて こういうふうに FF は思われたいんだなっていうようなことを中に入れてるから、本当にお客さんにとっての FF のアンカーになると思ってます。今からもだからいろんな新しい FF が出てくると思うんですけれども、FF が戻ってこれるところと、うん、いうことで14っていうのが今から長くサービスを続けてもらえばいいなと思う、はい、戻ってこれるんだけどいつもその都度の技術で新しいっていう状態ですよね、はい、そういうような役割が他のナンバーとは違う役割があるんじゃないかなと思ってます。和田さん的には次ここだろうって何かございます？いや、もちろん世界中行ってほしいんですけど、はい、まあ、最終的にはもうアフリカまで南極まで行ってほしいですけどね。最後にぶっ飛んだの来ました、ね、そうですね、南極でデータセンター作って誰がプレイするんですか？うーん、ない、はい、白熊